ちょっと待ってよ、ちょっとなんとなくね、放置アーカーの方で、ウルトラソースじゃねえや、なんだっけ、超激ダイマ、超激ダイナマイツだ。そう、ダイナマイツのガチャの方ですね、一回回したんですよ、単発で。そしたらまさかの伝説が来るっていうね、謎のミラクルを起こすっていうね、いや、もう待って、もうほわかで起こしてよ、そのミラクル。ちょっと待って。はい、ということで、まあ今回せっかくなんで、ちょっと今回はね、またまた、放置悪化の方で、ちょっとね、動画の方を撮っていこうかなと思います。改めまして、どうも、ラルでございます。さあ、ということで、じゃあ早速やっていきましょうか。ということで、じゃあ、ワンダーマモコ、あ、ママコじゃねえ、モモコでございます。はい、使っていきましょうか。ということで、しかもさ、このアカウントに関しては2体目の伝説なんだよね。もう何が放置やかなんだろうな、マジで。もう放置してる場合じゃないよね。はい、ということで、こんなこともあるんですね。はい、ということで、あ、そうだ。日付が変わったからログインボーナスを受け取らなくちゃいけないんでね。はい、ということで。じゃあどうしようか。今回じゃあせっかくだから、持ってる伝説ですね。2種類使っていこうかなと思います。もうこのアカウントに関してはね、もうマジで放置しまくりなんで、もうね、もう何をすればいいかわからないっていうね。じゃあ、いいや、とりあえずパープ画面で、ちょっと所持キャラ見ていきましょうか。まあ、伝説はこれ2体目なんだけど、超撃に関してはどうだ？あ、そっか。意外といるんだよな。放置赤のくせに、放置赤のくせにというか、しかも妖獣顔もいるということでね。なんか着々とキャラが増えてきてるね。やばいな。なるほどね。まあそんな感じでございます。はい、じゃあどうしようかな。使うっつっても、まあそんな難しいステージは多分ね、もうボコボコにされるかなと思うんで、なんか簡単なステージ。あ、さあ、マンボウこれ回収してないんじゃないかな。ちょっと確認しようか。あ、してないね、ニャンボウ。じゃあ今回はニャンボウをね、回収を目的にやっていきましょう。で、それでね、まあそのついでにとりあえず今回当たった伝説の方ですね、ちょっと使っていきましょうか。あ、そうだ、育成させないといけないんで、でも意外と経験値あるな、なんか知らんけれども。まあいいや、とりあえず20レベルまで上げちゃおうか。20レベルまで上げて、で、あ、そうか、これがマックスなのか、ランク的に。で、次ヘブン博士も使っていきましょう、せっかくなんでね。いや、マジか。サブアカの方でもね、確か持ってた気がするんだよ。そこのね、第2形態になるとアビス博士になるんですけど、モモコに関しては初だよ。多分どのアカウントでも多分持ってないはずなんで、ちょっと使うのが楽しみなんでね。まあとりあえずやっていきましょうか。編成はこれでいいかな。特に固まった編成とかないからな。まあ適当でもなんとかなりそうな感じもするんで、じゃあいいや、じゃあ。イカタです。さあ、ということで、じゃあ早速ニャンボを回収していきましょうか。いや、またこのアカウントでね、動画撮るとは思わなかったからな。もう今年ないんじゃないのかなとか思ったんですけどもね。まさか伝説引くとは思わなかったからな。いやー、マジで本当に急だよ、マジでびっくりしたわ、マジで。いや、もう声出たもん、はぁみたいな。あー、てか待って、4500円か。じゃあとりあえず溜まったら出していきましょうかね。いやー、まあでも普通に嬉しいわ。できまーす。はい。いやー、まあでもね、使ってないアカウントで出てくるのもなんかどうかと思うんですけどもね。はい。ということで、めっちゃノリノリなんだね。なるほどね。で、攻撃モーションはどんな感じなんでしょうかね。ちょっと気になるところではありますけどもね。さあ、あー、波動放つんだね。へえ、あ、めっちゃ喜んでる。はあ、へえ、いいね。なるほどね。てか待って、性能見てなかったんだけど。ちょっと待って、見ていこうか、この後。ちょっと待って。波動放つことは分かったんだけど、性能が分かんねえ。桃子に関しては、宇宙戦艦に乗って悪者を退治するセクシー刑事。一撃必殺の QT ビームで星ごと爆破。赤い敵と黒い敵と、天使の動きを止める波動放つ。動きを止める波動放つ。あんま見たことない文面な気がしますけどもね。しかも赤い敵と黒い敵と天使ってすごいな。はあ、へえ、しかも波動攻撃するくせに波動攻撃が無効っていうね。これ、いいね。
ずるい性能ですね。はい、ということで、意外と使えるんじゃないのこれ。割といいかもしれないな。で、アビスに関しては、あ、そっか、黒とエイリアンで、多分第一形態変わるんだよね。あ、変わんなかったわ。あれ、あー、変わるわ。第二形態は極ダメージで、第一形態は超打率強いだからね。この2体とも対黒い敵になってるんで、まあ黒い敵が来てほしいんですけども、多分このステージ出てこないと思うんだよな。まあいいや、じゃあ引き続きやっていきましょう。いや、本格的にコラアカウントもちょこちょこやっていこうかな。いや、ここまでいろいろさ、ちょっとキャラクターが出てこられるとちょっと放置するのがもったいなくなってきたよね。いや、伝説2体はやばいってマジで。だって多分本垢の所持キャラ数と同じじゃない、伝説。多分そんな感じするんだよな。ちょっと確認してみようかな。確か、あ、ちょ待って、ちょキャラ出しておこうか。ちょっと見ていきましょうか。あ、おーん、そうだわ。本垢と並んだぞ。ちょっとマジかよ。いやー、これはなんとも言えないな。ホワガも頑張ってほしいけどもね。でもなかなかね、あの伝説がピックアップしてる時にガチャ回さないからね。まあそりゃなかなか当たらないっちゃ当たらないんですけどもね。まあちょっと伝説狙ってね、また年末あたりにあれじゃないのかな、なんか伝説が配置対象のガチャとか多分来ると思うんで、ちょっとそれに向けてちょっと猫缶貯めようかな。まあ最近割と使っちゃうことが多いんですけどもね。そろそろ伝説いろいろ使いたいもん。あとドラゴン系のやつなんだっけ、あれも使いたいからな。名前忘れたけど、あのドラゴンのやつ。はい、ということで落ちないな。あ、ラストでございますね。さあ、ラストでございます。でもこのステージは難易度レベル4まであるんで、どうしようかな。まあこれで落ちなかったら、まあ別のステージやろうかな。ちょ、さすがになんかずっと同じステージやるのもあれなんで、まあもう一箇所なんかちょっと違うステージやっていこうかなと思います。ちょっとまだまだね、ちょっとワンダーモモコの方ちょっと使っていきたいんでね、とりあえずやっていきましょう。せっかくだからなんか黒い敵が出てくるステージで使いたいな。なんかいいステージあるかな。この中の全然進んでないからね。全然進んでない、進んでないんで、ちょっと無謀な挑戦してみようかな。なんかイベントステージでね、ちょっと探してみましょうか、これが終わったらね。ちょ、ニャンボーもついでに落ちてほしいんだけど、ダメかな。いや、強えな。いやー、めちゃくちゃいいな、このキャラクター。いやー、ついにね、ちょっと使えるとは思わなかったから、びっくりだわ、マジで。あとは、そうだね。あと、なんだっけ、ムサシか。ムサシと、あと、さっき言ったドラゴンの、なんか、浮いてる、なんつうの、あれ。表現ができないけど、なんか、浮いてるドラゴン。あれが欲しいんだよな。あんまり出てこないけど、あ、落ちた!ニャンボ。はい。ということで、あ、よかった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 。よし、目標達成でございますね。じゃあせっかくなんでまだ使っていきましょう。次どうしようかな。あー、土日ステージでいいか。これあれだね、黒い敵出てくるからね。でもニューだから初級からなんだよな。超激ムズ化できないということで。まあいいや、初級でも行きましょう。あれでもさ、初級ってさ、黒い敵出てくるんだっけな。なんか出てこなかったような感じもするんで、まあじゃあ次のステージもやろうか、せっかくだからね。多分これ出なかった気がするんだよな。せっかくだからね、対黒い敵にね、ちょっとぶつけていきたいからね。博士と桃子に関してはね、多分このステージは出てこないと思うけれども、まあいいや、とりあえず使っていこうか。4500が溜まったら、とりあえず、よし、オッケー。いや、でもいいな、この性能。なんか普通に、うわ、ほわかれ使いたいわ、マジで。いや、割と結構多分使う場面多いと思うんでね。いやー、これはねー、いやー、なんか複雑な気持ちだよな、マジで。いやー、すげえな。一回で出るとは思わなかったよ、マジで、本当に。本当に黒い敵出てこなかったな。多分中級あたりはなんか出てくるんじゃない？多分そろそろ出てくるんじゃないのかな？殺意のワンコあたりがね。出てこなかったらどうしようかな？でも次のステージもいけるかな？次多分上級だよね。どうなんだろうな。まあ、いっか。とりあえず使ってみましょうかね。まあ、とりあえずもう出す順番変わんねえからな。まあ、壁出して、で、とりあえず桃子を出して。で、またとりあえずお財布に余裕が出てきたら、博士を出すという順番かなという感じがするんでね。これでとりあえずやってみましょうか。なんか暑いな、今日。なんでな、気のせいかな。なんかすごい暑いんだけど。まあ、いいや。さあ、出てくるか。出てこない。マジか。まあ、いいや。あ、でもいいな、この波動。しかも、あー、そっか。攻撃あれだよね、これ。2回攻撃してなかった、これ。1回波動ぶち込んで、で、それでもう一発、ボーンよね、これね。なるほど、ね、ちゃんと見てなかったわ。まあ、でも、いいね。はい、ということで。
じゃあちょっと最後に上級もちょっとやっちゃおうかなと思います。多分上級ならクリアできるんじゃないのかな。まあ行きましょう。いやもうさすがに黒い敵来いよ。もういいよ白い敵は。もういいから頼むぞマジで。これで出てこなかったらどうしようかな。もう統率力もとりあえずもう尽きるんで、できればもうこのステージで来てほしいところかな。でまあまたね、近いうちにまたこのアカウントの方もね、何かしらの企画の方で動画でやろうかなと思います。いやここまでキャラクターが揃ってくるんだったらね、ちょっと、いろいろやっていきたいところでありますけどもね。もうやりたいアカウントまだあんだよ。サブのサブアカウントとかさ、その辺もねあるからな。やべえよもう。あーやっと来た、シャドーボクサーが来ましたね。よし、ちゃちゃっとお掃除していきましょう。そして博士もとりあえず攻撃してほしいところなんだけど、大丈夫かな。なんか先に倒しちゃおしそうな。あ、オッケーオッケーオッケー、まだまだ、よしいいぞ。よし、まだ生き残っといてね。よし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 、さあ博士よぶちかましてくれ。いけ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 、いやいいね。はい、ということで倒せましたね。よし、とりあえずまあ今回はこれぐらいにしましょうかね。はい、ということで、なんかまたなんか伝説引きそうだなこのアカウント、怖えよマジで。はい、ということで終わり。はい、ということで今回はですね、こちらヒュディモモコということで、まさかの伝説をねほぼほぼ放置してるアカウントの方で引き当てるというミラクルを起こしたんで、ちょっと今回せっかくなんでね、ちょっと動画の方で、軽く遊んでみました。いや、なかなか強いんじゃない？ちょっとせっかくなんでね、またいろいろとね、ちょっといろんなステージの方で使ってみたいんですけど、まあ何分ね、ちょっとアカウントがアカウントなのでね、高難易度がね、挑戦できないんでね、ちょっと本分かれ使いたかったんですけど、まあ本分かれ使いたかったんですけど、まあいいや、とりあえず今回はこれくらいにしたいと思います。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイ。Thank you.